埼玉県の秩父から山梨県側に向かう仮坂道です。この写真は大規模なループ橋があるんですね。こんな大きなループ橋は初めて見ました。この仮坂道には全長6625メーターの仮坂トンネルができてですね、このおかげで埼玉県と山梨県の距離が随分近くなったということです。